こんにちは、早川洋平です。石原明の経営のヒント、プラス。今日は423回をお届けします。石原先生よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。さあ、今日は30代リユース業、ポッドキャストのビジネスカテゴリー欄から見つけてくださったそうです。はい、いつも思考の幅と高さを広げてくれる放送ありがとうございます。はい、ポッドキャスト上でいつの間にか第1回の頃の放送も配信されているのを見つけ、現在は初回から聞き直している最中です。うん、早速ですが質問です。リユース業界の未来についてです。 メルカリが先日サービスを開始したメルカリナウ、DMM が買収したキャッシュなど、知名度、資金力のある企業が立て続けにリユース業、それも C2C ではなく我々が行ってきた C2B の分野に進出してきたことにより、今後中小のリユース企業は生き残りが難しくなっていくのではないかと危惧しております。うん、個人的には昔ながらの何でも買います、効果買取という歌い文句でやっているようなところ、各うちの会社みたいなところ、 ほど、えー、自利品になって、やがて潰れていくのではないかと思っているのですが、うん、上司の方はさほど脅威に感じていないようです。過去、相見積もり先が増えた程度にしか思っていないようです。ただの起用なのか、それとも今すぐ手を打たないとまずいのか、はたまた、とっとと転職を考えるべきか、何かヒントでもいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ということです。うんあ。どうですかこれから、なんかもうメルカリもそうですけど、いくつかもう、 勝ってるるところがあるのでユーザー側から考えたときに新たに何かを使うっていうとよっぽどの何か差別化かメリットがないとちょっと厳しいのかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、ネットとリアルを比較したときには何かっていうとね、はい、インターネットっていうのはすごく不便な購買その購入媒体なんですねだからどう考えても本当日本の中でインターネットのシェア率が 100にななることはなくてそれどころか現実考えた時に、うん、物見てやっぱり選びたいとか匂い嗅ぎたいとか手触り知りたいっていうのがすごくたくさんあるから、はい、日用品で毎日使ってるものとか毎回使ってるものとかなんかこの紙がたセットするためのなんかクリームはいつも使ってるからっていう意味で習慣性になるものはい、まあネットに行きやすいよね。 もももうう分かってますもんねね本そだよ、ねはい、でもそれ以外のものって、実はなかなかそのネットで売りにくいし、うん、使って不具合があったらどうしようっていう、ねはい、考えたときに、実は10%ぐらいしか伸びないんですよね。うん、で、日本なんかでいうと、ドーナツ化してるとこしか今、実はネットで物を買ってないってのが分かってきて、うん、あの僕はなんだっけ、の本かな、か書いたのか分かんないけど。はい EC ですごい成功してる社長が「いやだって僕目の前で物買いますよ」って「東京だから」っていうふうに言ってて、うん、だからなんだファッション性の高いものも店で買って、はい、ねじゃ誰が買ってんの?」って言ったら「うん、来る距離がちょっと何だろう何時間1時間かかっちゃうから買いに行くの面倒くさいなというところの人は買ってます」と。はい、ところがそれより超えちゃうと「その服どこで着んの?」ってことになるから。うん そのかっこいい帽子どこでかぶるのってことになっちゃうから本当にドーナツ化してるとこしか買ってないんだってああなるほど、うん、だから何だろうかな東京を中心にしたら1時間半から2時間の人は買ってて、はい、3時間の人は用もないっていうさ、うん、そういう感じなんだってイメージがはっきりもしてそうですねうんと、うん、いうふうに考えた時に実はネットとリアルの住み分けは明らかにリアルの方が強くて、うん、で今そのスマホの影響によってネットとリアルの勝ち組っていうのが出てきてるんですよね、うん でもネットリアルの勝ち込み勝ち組みはリアルを持ってネットもやってる、うん、リアルからネットにちゃんと進出した、ね、企業が勝ってて、はい、例えばユニクロのネット販売って何パーセントかしてる売上のうちのですか、うん、日本でうん20パーセントぐらいと思うだろうもうないか三パーセントなのニトリも3パーセントそれに対して 無印良品が無事パスポートで、はい、実はその取りに来たら置いてありますよっていうので来店してもらって、はい、来店した人は大体1.75倍かん。えそれは大きいですね、うん。だからやっぱりリアルの方が絶対強いっていうことを考えた時には、はいうん、実はこの上司たちが言ってることも一個あるのね。うんうん、だから自分の,ところの業種が はい、物を見た方がいいのか、しかもその中古品とか、うん、まあ分かんないけど何屋さんか分かんないけど、例えば厨房屋さんとかだったら、やっぱり物があった方が強いってこともありますよね。絶対見ないとみたいな部分ありますよね。そうそうそう。あとはサービスの形とかそういうものを作れば、はい、あんまり負けないかなっていう感じ。うん、ただ逆に言うと、その情報を皆さんが取ってるってことは。 オッケーなんでで、はい、使った方がいいので、はい、自分たちもそのネットの情報は上手に使いながら集客として、うん、でもうちにはものがありますよっていうこととか僕らが自分たちが仕入れのもの、はい、仕入れとして使うあるいは販売先として使うみたいな形で、うん、代理店が1個仕入れるところも売るところも増えたぐらいの感じで、はいうん、上手にやる仕組みをいち早く作っちゃった方がいいかもしれないかな、うんうん、っていう感じね。 昔僕山にいた時に自転車屋さんとかにオートバイを置くところがあるよねでねなんかね先輩がね僕府中っていうところで仕事したんだけど、はい、町田かなんかの自転車屋さんで異常に儲かってる自転車屋さんがあって、ね、でこれが何かって中古のの自自転車をどんな商品ででも持っっててくれるっていうので自慢してたんよね<ー>で今のネットがある前の時代だとさ、はい、すごいんだけど。 その人はお客さんからオーダー聞いて、じゃあ3日待ってねとか、5日待ってねって、自転車持ってくるからって言って、路中してたやつを盗んでたっていう人がいたんだけど、なるほど、マおかしくない、それ。誰かから譲ってもらって、探すのかと思ったら。だから、無料で買って売ってたっていうさ、恐ろしいことやってて、どっかでなんか見つかって、警察捕まったてまあ、それはそうですね、犯罪ですよね。それはなんでかってどう考えてもそれ、俺の自転車だろうっていう店の前で売ってたんじゃなかったんだけど、今、 メルカリとかさ、はい、そういうのを使うと CA って無限にできるよねそうですねうんとかいうことも含めたらうん逆にこれ上手に使った方がいいんじゃないですか今の話聞くとまだまだいけそうだしうーんどうんただその考え抜いてそうですねあとやっぱこれだっていうところに絞る必要ありそうですよねこの規模にもよると思うんですけどうーんあとそのネットって物は時間かかるでしょはい だからその時間と便利性みたいなことを考えたときには、うん、だネットに負けない便利性や何なりを、はい、あるいは顧客化の仕方とか、はい、そういうことを考えれば、はいうん いやーどう考えてもリアルのが強いと思うんですけどね商品とか人によってはネットで検索したりなんかする時間とかコスト考えたら来てくれて全部見てくれたりやってくれた方がいいって人もいるかもしれないですよ、ね、絶対僕いまだにあのもうカッとくるっていうかさなんとかなんないのかなと思ったりとかするのが、はい、カード会社の例えばゴールドとかさなんかプレミアムなカード会社に電話した時に必ず電話でナンバー押せっていうんでしょ。 全然通じなかったりするじゃんあ,、はい、あれ困るもんね困りますね。<laughs> 1> で1個失敗するとまたゼロからやるんでしょ、はい、これ VIP なのかなとかさプレミアムなのかなって、はい、毎回すごく悩んだりとかするんすよ、ね、<laughs> <に>そんなことやってるうちに、はい、こっちは時間がなくなっちゃって大騒ぎにするわけじゃん、はいはい、だからどうなのかね真面目に人間がきちっとした形でサービスした瞬間に勝ってしまうはずなんだけど、はい、どうもそこに効率感が入っちゃってやってくんないね。はい その効率化してるようで結局はそういう意味では非効率ってことですよね、うん、だからお客さんが怒って逃げてっちゃうような感じがいっぱいするんだよねだからそういう風なものをどこのエリアまでを、はい、んその機械的にするのか、はい、どこのエリアを逆にウエットに人間が行くのかっていう感じになった時に、はいはい、絶対あれだよね、うん、人間性の方でかつビジネスが、うん まあ多くななるんじゃいいかと思いますよねうこういう時代だからこそってことですよね。まあ、二極化しちゃってるから、はい、下はメルカリのとこだけどねでも上は本当にそのなんてのコンシェルティサービスみたいな、うん、みたいなことになるはずで、はい、まあそれをどういうふうに融合するかみたいなことも含めてビジネスで考えたほうがいいんじゃないかっていうまだ考え方はたくさんありそうですね。うん、でもこのリユースもさ、はい 最近シェアリングとかっていうところで言い方変えられてるからそうです、ね、逆にそのシェアリングなんですっていうのをもういち早くこれ確かに喋った方がいいかもしれないね、はいまあ、ちょうどシェアリングということでですね、うん、今月ちょうどリリースされた「プレミアム」のテーマが石原明が読み解くシェアリングということで、はい、いやーこれね多分番組聞いた人は酔っ払うと思いますけどね <laughs> <laughs> 酔っ払うって初めての表現ですけど<の>、はい、どこに飛行の軸を置いていくか分かんないようなちょっと番組になっちゃったからね揺れましたね だねはい、揺さぶられるというよりこう考えたりこう考えたり実はこっちから考えたりこんな国考えた時に自分のビジネスがどう見えるのか、はい、みたいなことを考えないとシェアリングって危険なビジネスなんで、うんね、社会破壊しちゃうじゃん、はい、で社会インフラ破壊しちゃった時にそのインフラが破壊されたことによって国とか地域がダメージ受けるようなレベルになったりとかした時に取り返しがつかないじゃんっていうような危険性をはらんでるという意味での、はいうん シェアリングビジネスの発想を持っとかないとビジネスがでかくなりいいかっていうとそうでもないからなっていうのも含めて、うん、まあね 番組の中では言ってなかったけど、日本人がシェアリングをやるべきじゃないみたいなね、そういうふうに思い始めたりとかするす、ね。そうですね。うん、まあ、今まで多分普通にやってるシェアリングよりももっと本質的な深いとこまで、先生にお話しいただいた。多分それ聞いて、今日の今の買い時とまた違う。しいねうん、はい、えー、ぜひ経営の人プレミアムの方は石原家はドットコムの方でチェックしてみてください。ということで、今日は第423回をお届けしました。石原先生あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。